よし、皆さんおはようございます。高本さん、お疲れ様でございます。山頂登るやん。うん、ただ僕もここに峠行っとってさ、車行っとって、それから峠に行くけん。峠ごめん、山頂に。峠から山頂に。で、バックして、西日本に行こう。で、5人は乗れるけん。あ、車で？うん。だけど、峠に置いとく、俺は。あ、車を？うん。はい。ということでいいですか？ああ、いいですよ。でも、荷物は？船だけ置いとく、ここに。ここの、なんか、ね、お煮つけ美味しいですよ、魚の煮つけ。食い切らんぐらい出てくる。食べたな。そうよね。自転車でそこ行ったやん。あ、そう。自転車、もう、5年ぐらい前かな。そこの鳩場まで見送りしよう。ああ、この金塊。取っとこう。ここに営業に来よう。ネッツトヨタ。あ、なんかこうウキウキする波の音聞いたら嫌いだけど。もう最近は糸島ずいとくよ。月に2回ぐらい来ようけん。なんか懐かしい。いってらっしゃい。山頂っていうか一番飛ばったあたりで会いましょう。見送り。釣りじゃないの？こうは福の裏かな。福石山 0.4 キロ。ケアの音3キロ。登ります。結構登りがきついです。段々がいっぱいあります。よいしょ。軽快に降りてください。軽快に。はい。よいしょ。どうも。二条岳、浮岳、トンボ山かな。トンビがソワリングしております。よし、ちょっと画面に入ります。そんなところに、よしよし、お礼。よいしょ、姫島、あそこまで漕いで渡ろう。5日。じゃあ全員で記念写真。はい。みかんさんもう一回手いただいて、あ、お疲れ様つらに。よし、行くぞ。あ？うん、いいよ。どこでもいいよ。ちゃんとセパもしてあるやん。この前とえらい大違いやね。ちゃんとセパレートした。これも常設なっとうと。
ちょっとビデオ撮影をさせてもらいます。立石山、立石山通りました。細い山とか立石山岩があって細くて通らない。通れましたよ。通りましたよ。ひたすら食べてます。おう。はい。一生懸命ほじほじしております。みんなさん、高校さんほじほじしております。ほじほじ係です。アヒージョです。片手が良さそうに。よしよし。最高ですね。何が最高？牛エビ。牛エビが最高。何を？カキ。カキ。エビじゃないの？エビじゃない。エビはもったいない。カブト。ダブト。何が？どこです？入ると思う。入る。バスケ？知らん。あと40分ぐらいあるとよ。散歩、海岸。あの、ワカメを探さなきゃ。ああ。ワカメ。とったの。ワカメ拾う。あ、私だ。すみません。はい、ありがとうございました。お気をつけて。何よ。うん。何よ。パンツ、パンツ。うん、パンツ？パンツを履き忘れた。パンツ。ここに鬼のパンツはいいパンツ。強いぞ。ずーっと取りようとよ。ハコ、ハコ、鬼のパンツ。ハコ、ハコ、え、パンツを忘れたね。ピースか、ピースか。ピースか、パンツじゃないでしょ。え、人に言っただけ。なんだ、パンツ。そしたら、あの、一生懸命踊る人がおるし。さあ、この編集が大変だ。どこまで生かすか。全部早すぎない。あの、止まってもいいというシラフがあるけん。さっきはコンビニがいっぱいあろう。浜区古民家、はい、はい、あの式じゃなくて騎士ですから騎士、騎士最初式って読めた私も、いや僕はあのずっと
騎士ですよ、頭の中は。ただただ今はちょっと景色になってる、景色になってる、言いやすいけん。宝剣いつだったの、花掛け大明神、大明神、完成だよ。完成って何年ね。分かりません。天正は分かる、1500年ぐらいで分かるけど。そら、焼酎の先生です。天正ってあの、秀吉のこれ。壊すなよ。青空さん、二礼二拍手よ。あ、こっちは新しくなっと。お、大吉吉。あ、向こうにあったの。新しいのがあるよ。お酒も美味しかったです。ここはなった。これ誰が買ってくれたの？私。ありがとう。